はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルビジです。では、今回は、This is a Police 2、11月22日目、プレイしていきたいと思います。前回までに、This is a Police 1で、主人公だったジャック・ボイドが、ここでも登場する、それが分かりましたね。Since February. So you like our new sheriff now, huh?Mr. Nash will partly take over management of the department. Some of you will now be his subordinates. Bad news, Cliff. I'm still the sheriff. Well, if you understand everything and there's no more questions, then let's... Wait, I have a question. When are we going to take that thing down? I meant questions for Mr. Nash. Then I have a question for Mr. Nash. Mr. Nash, when are we going to take that thing down?When are we taking that thing down? We're not taking it down. Sorry, bud. Looks like it's staying up. That's enough. Everybody back to work. It was Sheriff Wells who hung that tapestry here. He said he made me his first deputy because I was the only one who understood what it says. Well, now there's two of us. ちょっと今のタペストリー見てもよくわからなかったな。さあ、こっから本当に This is the Police っぽくなってきましたね。ムラディアン。あ、で、この能力値がもう最初から見えるようになってますね。This is the Police 1の時は後半にならないと見えなかったんですけど、今はもう見えますね。ちなみにこのムラディアン、経験値的なものは15って出てますね。で、頭脳が1、ステルスが1っていう能力になってるようです。今日は二日酔いでまともに仕事ができない。じゃあもう戻っていいよと。ちょっと待ってね。リリーに警官を送る。この警官を永久に取り除く。あ、そういうこと？では、別にとりあえず、外したい、首にしたいわけではないので、まあいいでしょうということでコンティニューにしましょう。まあ多少やっぱりね、外国のゲームを日本語にローカライズしている関係上、今みたいにちょっと変な部分はあるのかなとは思うんですが。さて続いてペンキン。ナッシュさん、あなたのチームの一員になれて嬉しいです。ようやく警察の仕事に本腰を入れられるんですね。しかもあなたのような立派な人の部下として。このあたりなんかちょっと怪しいな、このペンキン。全力を尽くす覚悟はできています。でも一つだけ質問が。ファンクバンドの仲間と一緒にブリントのギター職人のところに行って楽器をセッティングしてもらわないといけない。いとこの家でコンサートをするってやつが整っているのでキャンセルできないんです。ということですね。まあじゃあしょうがないよね。これはイエスノーの選択肢がなくて、OK しかないんで、もう行ってもらうしかない。では、今日のシフト見ていきましょう。何人いるんだ？ムラディアンはじめ、ベルモント。発砲の能力が高いな、ベルモント。マスタードも発砲能力高いですね。で、フラワーポッツ。なんかちょっとこれ女性っぽいですけど、かなり優秀な警官だな。交渉能力にも長けているし、頭脳もスピードもある。パワーもあるし、発砲だけはちょっと苦手みたいですね。さらに、ローゼンクランツ。アーロノビッチ。ディッデイトン。シャイにも結構優秀ですね。交渉能力が高い。やっぱり、経験値、星の数というか数字が大きいほど優秀な人材が多そうなんですが、黒沢に関しては、なんか頭にネクタイみたいなの巻いてる酔っ払いのおっさんみたいになってるけど、黒沢は270あるけど、まあ頭脳と交渉能力が1ずつですね。あとはムジカ。まあ、このメンバーです。所持品リストがあるな。所持品リストは、持たせるものだな。まあ、とりあえず自動配置にしてから確認していく。そうすると、テーザーカートリッジが足りないってことは、テーザー銃を持ってる人に、渡してあげるのがいいかな。テーザー銃持ちは、誰がテーザー銃持ってるかというと、テーザー銃持ってるね。アールノビッチ。ちょっと待ってね。自動配置やめる？自動配置って本当に完全にランダムだな。
こうやってみると発砲能力が高い人にきっちり、銃が渡っているかどうかぐらいは確認しますか。例えばムラディアンが銃持ってるけど、ムラディアンが銃を持ってる意味はないので、警棒、あとはスタングレネードにしましょう。で、発砲能力が高い人間に優先的に銃を持たせたいので、そうなるとベルモントにテーザー銃、それにテーザーカートリッジを3つ持たせましょう。ちなみにテーザーカートリッジとか、スタングレネード、さらには唐辛子スプレーは使えばなくなっちゃうって話だったんで、まあ、そのあたりはね、ちょっと注意が必要かなと思います。黒沢、頭脳は高いんだな。じゃあこんなところでいきましょうか。この事件が発生するのを待つ感じ、懐かしいな。516 in progress。早速事件だな。迷惑行為ですね。確認していきます。バース・メリークース。酒に酔った作業員がトラックで道を塞いでいる。行く手を阻まれた車の運転手の一人がトラックを動かすよう言うと、男がトラックの屋根によじ登り、そこにいる犬ども、黙りやがれと言った。いやー、 This is a police やってるな。そんな気持ちになりますね。これは経験値300必要なんだな。どうする？情報がこれだけしかないんだけど、迷惑行為を行ってるわけでしょ？酔っ払いには酔っ払いということで、ムラディアン。いや、ムラディアン送るのやめよう。事故を起こしたりしても困るし。となると、そうだな。これで能力見れるね。まずは、ここは交渉能力の高い人間を送ろう。フラワーポッツ。フラワーポッツ一人で足りるけど、一応ここにベルモント。いやー、スーパーロックだな。スーパーロックをつけて、スーパーロックの経験値を上げにかかりましょうか。まあ、人材は豊富に今のところいるところなんで、今のうちにね、まあ、300以下の人間たち能力の底上げをやっていきましょう。551 in progress。続いて強盗未遂ですね。ガルム葬儀場、少女が保管室に忍び込んで遺灰の入った壺を盗み逃げようとしている。どういうこと？少女って何者？まあ、ここはじゃあどうする？交渉能力の高い人間を送りたいな。クリムジー、黒沢送る？黒沢に行ってもらおう。黒沢がね、ちょっと危ない顔してるから、少女を襲わないかどうか迷ってるんだけどな。応援が来るまでダメだって？どういうことだよ。これくらいさ、ちゃんと始末してほしいよな。たかだか少女でしょ？さて、ここで応援要請が入っている？いや、判断要請ですね。酒に酔った作業員がトラックの上に立ち、近づこうとする者にションベンをかけている。いや、これさ、ションベンがいつまで持つのかって話だよね。パトカーをトラックに衝突させるか、酒に酔った作業員をテーザー銃で撃つ。まあ、ただテーザー銃を持った、人材を送っていないんで、これがちょっとできないと。おい、火事だぞ、手を貸してくれ。まあ、これだな。交渉能力の高い人間を選ぼう。516 complete。助けに駆けつけようとした酔っ払いの作業員はズボンのチャックも閉めずにトラックから飛び降りた。そして下で待っていた警官にあっけなく逮捕。いやー、火事場っていうのが効きましたね。ションベンをかけていた酔っ払いに対して。で、バネッサ・フラワーポッツ、熟練度が50ポイントアップするたびに警官はスキルポイントを1点獲得。スキルポイントの使い方は君の自由。なるほどね。この辺りの警官の育成ポイントっていうのも新しい要素ですね、きっと。 This is a police 2の。どれに割り振る？発砲能力いるかな？いや、フラワーポッツはこの後パワーを割り振っていこう。
フラワーポッツは素晴らしい仕事ぶりでジャンパースキルを手に入れた。高い壁やフェンスを登り降りすることができる。ジャンパーにそんなさ、なんかスピードというか感じないんだけどな。まあジャンパーはパワーを伸ばしていきましょう。タイタンを手に入れた。負傷した仲間や貴重品の入った積み荷を軽々と運ぶことができるタイタン。いいね。スーパーロック、まあポイント1ですね。パワーのある警察官目指すのか頭脳にするのか、どれがいいのかな。サンドラスーパーロック、年が年齢不詳だな。まあ、ただどれかに特化させた方がいいよね。スーパーロックはちょっと頭を使ってもらおう。ハンター、爆発物を解除したり罠に気づくことができる。さらに仲間たちにそのことを知らせる。スーパーロックハンター、これ警官結構送ってった方がいいな。でどんどん成長させていった方がいいですね。警官はできるだけ数を送っていきましょう。強盗未遂ですね。片手に骨壺を持った少女が保管室の小さな窓をくぐり抜けて外に出ようとしている。警官の姿に気づいた少女は叫んだ。触らないで、大切な人の最後に願いを叶えなきゃならないの。彼女のご両親は私に遺灰をまかれるぐらいなら死んだ方がマシだって思ってるんだからと言っていると。死んだ友達の両親と話し合うよう少女を説得。もしくは葬儀場から出て道路で少女を止める。少女の足をつかむ。発砲はできないよね、ここは。黒沢を派遣しよう。まずは交渉能力があまりないけど黒沢で交渉させよう。なんだよ黒沢貴様。そしたらどうする。交渉能力ゼロのベルモンとやるわけにいかないからな。まあ、頭脳系の黒沢、黒沢ダメだな。逃げられたか。ちょっと派遣した人材がまずかったな。警官のなりすましが起きてます。警官の制服を着た男が町の入り口に立って人々に金を要求、渋滞を引き起こしていると。なるほどね。これはね、これこそ発砲の能力が高い人間を送りたいけど戻ってきてないか。まあテーザー銃のマスタード、マスタードとムラディアンを送るとちょっと危険だよな。ただできるだけ人数は送って、さっき言ったように警官をどんどん成長させていきたいので、これは警官の数を出していきましょう。まあ人数が足りなくて困るっていうこともね、今後起き得るとは思うんですけど、まあ、前半のうちはできるだけ警官の成長を促していく、そのスタンスでいきます。とはいえもう21時か。今日はあんまり出勤させることできなかったな。現場に到着。警察の制服を着た男が道路を脇に立っている。金を数えている。サイレンを鳴らす。降伏するように男に、同じ警官なんだから金を分けてくれと頼む。そうだな。降伏するようにパワーのあるクリムジーが脅そう。どうだ。制服を着た男は警官の言うことを聞かず、ノーハラーを横切って逃げた。スピードのある人間がいないんだよね。男をテーザー銃で撃とう。背中に当たった。何？犯人が死亡？テーザー銃だろ？なんでテーザー銃で死ぬんだ？やりすぎちゃったかな。ロックマスタード、ムジカ。どうする。ムジカは頭脳系でいく。いや、ムジカこそ全ての能力をバランスよくアップしていきましょうか。お、さらにムジカは尋問のスキルも手に入れたの。逮捕した犯人を尋問、犯人の位置と有効なオブジェクトが一旦の間ハイライトされる。犯人を尋問できるのは一度だけ。なるほどね、覚えておきましょう。ちょっと来週というか22日かな、に関しては、いや、今日が11月22日なので23日ですね。23日に関してはもうちょっと潤沢に警官を送って警官の成長を促していくようなプレーをしていきましょうか。
さて、缶ビールのブルータブは昔から通貨として警察署で使われている。ミッションを成功させるたびにタブが手に入り、犯人を逃がしたり市民を犠牲に合わせるたびに失われる。タブは新しい警官を雇ったり装備アイテムを確保するのに使うことができる。なるほどね。前はこれお金でやってましたけど、ここではタブを使うんですね。さて、テーザー銃が6タブ必要で、テーザーカートリッジが1タブで、新しく雇うにはフレンチですら15タブ必要なんだ。なるほどね。これはなかなかタブ集めが大変ですね。ちょっと待って、この12人のうち何人かは明日も勤務させなきゃいけないってこと？そういうことか。今日12人、明日12人いるっていうわけじゃないんだな。これはうかつでしたね。ということは八方交渉パワー頭脳がバランスよく2つの日に入るように振り分けていかなきゃいけないですね。じゃあまず明日なんですが、八方のマスタード、頭脳のローゼンクラッツ、頭脳はいるよね。パワーのクリムジー。交渉能力の高い人間が欲しいな。交渉能力が高いのがしょうがない。シャイニーを連れてく？まあ、シャイニーは働いてくれないと。じゃあ、フラワーポッツだな。これで4人でしょ？あとはムラディアン。ベルモント。ベルモントは発砲はもう1人いるからな。そうなると足りないのが誰だ？スピードだな。スピードのある人間はただここにはあまりいない。スーパーロック、スーパーロックはダメか。黒沢、黒沢お前働いてないだろ。そうなるとアーロノビッチ、この6人にするか。明日この6人で対応できるのかな。ちょっと不安はありますね。はい、では11月22日のプレイ終わりましたので、次回は23日のプレイをやっていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。